ロゴニット座敷は2009年設立のグラフィティ編み物のストリートアーティスト集団でイギリスロンドンを拠点とする。単純な平面の編み物を使った初期は編み物の落書きであったが、グラフィティニットに編みぐるみの手法を取り入れ、棒針やかぎ針で生き物やオブジェを立体的に編んでは公共空間に発表する編み物語の元素とされる。この手法はイギリス国外へと広がった。 アメリカで出版された書籍、ニット・ザ・シティ、A、フーダンネット、セット・イン・ロンドンは、海外出版が相次ぎ、2011年2月にドイツ5番、同年9月に英国版が上司される。活動集団の歴史を追い、ストリートアートの作品例を紹介した。また活動として名称には、グラフィティニットともヤンボミング、または、イタズラ編みと、様々ある。 集団が目指すところは、ロンドンの街を、さらにそこから飛び出して、世界を網ゲリラすること、ケイト成分が欠落した世界を、薬と表せる網み物アートをもたらすことにあると、している。ニットザシティの2009年2月時点の創設メンバーは、作家名デドリーニットシェードデッドリーにチェイド以下6人、同年後半にザ・ファスナーザ・ファスナーが、ケイトの軍団に加入して7人となる。 翌2010年10月に2名が、脱退、1人が、活動停止、活動メンバー4名が残った。その後も、集団として、グラフィティニット活動を続けるのは、デドリーニットシェード、ザ・ファスナー、ショーナ・ザ・デッド、レディーループの4人組である。グループ創設の背景はユーモアに包んで語られ、取材を受ける旅物語の切り口を変えている。 事実としては、発起人デドリーニットシェード人物から、直々に勧誘された、メンバー5名が2009年2月に、街を編み物に変えるという使命を宣言する。発起人は後に、実態は著述化で、手芸集団、スティッチ・ロンドンの創設者、ローレンをファラレルローレンをファレルであることが明かされた。そもそもの出会いは集団を立ち上げる前で、オファレルが2007年に開いた募金イベントの、 ロンドンライオンスカーフともう一つ独自に開かれたイベントであった。前者はオファラレル主催のスティッチロンドンが取り組み、巨大な掛物を編んで、ロンドンのトライファルガー広場にある著名なライオンの銅像をくるむという募金サイズで王立湾研究基金の活動資金を集める。後者はロンドンのサウスバンク地区をグラフィティニットで彩ろうという企画でアメリカから招いた。 ニッタプリーズとスティッチロンドンが共同制作ガーディアン紙のペリル,ルイス記者が協力し成功させた。公衆電話ボックスを包み込むフェニックスコージー集団の初期メンバーは集団名ケイト戦隊ヤーンコープスを名乗った。実像を隠すため各自戦隊ヒーローのような作家名を使い、発起人の猛毒網影以下編物忍者レディーループ死の切り傷 正徒スティッチ、紫裏目、そして、ザ・ファスナーが2009年10月に加入する。集団の招待演出に際し、代表のデドリーニットシェードが造語、ヤーンストームを使い始め、同じ意味だが、暴力性をはらむ、ヤーンボミングを避ける。その後、このイギリス流の造語を多くのグループが採用し、2009年6月には、BBC ニュースがメディアで初採用している。 デドリーニットシェード代表は、グラフィクニットのコンセプトを編み物ごと表現し、編みぐるみ技法を取り入れて、棒針編みやかぎ針編みのキャラクターや生き物、オブジェを生み出したと広く認識されている。その最初の記録として2009年8月に、ロンドンのリークストリートで展開した Web of War があり、それ以降、コンセプトは世界中のグループに採用され、また全国ニュースの題材になった。 2009年8月末、ニットザシティは、前述のツイッター、ヤーンストーム製配信を実行した初の、グラフィティニット集団になる。テーマは、同様オレンジとレモンの歌詞から拾い出した、教会六胸という言葉で、6時間にわたり、ひたすら案では、繋いでいく、オレンジとレモンの女子詩という動画を、リアルタイムで配信する。2010年後半、3人のメンバーが、 ニットザシティを去った後も、集団は4人組として存続し、デドリーニットシェード代表がガーディアン紙の取材を受けた、グラフィティニットという流行病という記事とともに、集団の作品が新聞に掲載されたほか、ITV の報道番組、This Morning で紹介された。2011年4月、代表の著書のドイツ語番、ニットザシティ、マスケンハーフとセルジームズ観光に合わせ、 ニットザシティはベルリンでヤーンストームを行う。ニットゲリラやゲリラ編みをする集団という呼び方もされた。また、イギリス版ニットザシティ A フーダンネットセットインロンドンは2011年9月に出版された。人でごった返すマヒルの公共空間に設置するファイバーアートの各作品にはニットザシティが紙製や布製のタグを取り付け、 集団のロゴやウェブサイトのアドレス、盗んで告白しようというメッセージを伝えている。つまり、一般の人々に作品をお持ち帰りするようにそそのかしているのである。活動当初の作品は、ロンドン市内のコベントガーデンにある木製の通行止めの馬に取り付けた単純な平たい、モチーフ網のコージーロンドンの議事堂広場にある公衆電話のボックスを手網のコージーで巧みに包み込むと、 フェニックス・コージーと名付け、大評判になる。そこからの展開は、リークストリートで発表した編み物後、ウェブ・オブ・ウォーへとつながると、全長13フィートのクモノス、それに絡め取られる犠牲者をまさに編み出した。次の段階で、舞台は、ロンドン市内各地に散り始める。同様、オレンジとレモンから発想を得て、歌詞の通り境会6棟を巻き込みツイッターで、 初のヤンストームを生配信する。サウスバンクのアイマックス映画館の屋外では、ティム・バートン監督による、不思議の国のアリスのリメイク映画の上映を祝って、不思議の国の壁と名付けたインスタレーションを、また組曲、くるみ割り人形のキャラクターで、バレリーナの銅像を覆い尽くすという企画は、ロイヤルオペラハウスで披露され、 あるいはピカデリーサーカスに立つ銅像の地上7メートルの弓からは弦の代わりにニットのハートをいくつも繋ついで吊り下げた。グループ展はデートブリテンで作品が展示されイギリス以外のアートプロジェクトに参加してきた。ニットウェアの老舗ジョンスメドレーには機関店の装飾をコンピューターゲーム採用的業のニンテンドにはインスタレーションの制作を依頼された。ありがとうございます。